今出川は、福島県を流れる阿武熊川水系の二次支流である一級河川。石川郡古殿町の大笹山に源を発し、西へ流れる。石川町の中心市街地で、北から合流する北、須川を合わせ、南西から西へ向きを変え、地猫なき付近で南西から流れてきた社川に合流する。今出川の上流部は、阿武熊高地の豊かな自然に恵まれ、 山間部に開けた平地があり、狭い川幅で緩やかに蛇行する今出川を利用した水田工作が可能で古くから集落が形成されたが、中流部は勾配が急な渓流となっている。北須川と合流するあたりの下流部には、古くから城下町として発達した石川町の中心市街地がある。流れが緩やかな今出川上流部は、ういの散乱床になる砂礫の川床となっているほか、 小魚も多く、それを餌とする、サギの類がいる。また、湧水の流入もあり、仏土城も生息している。川床に、岩や巨礫が多い中流部の渓流は、岩菜や山目などが生息している。また、淀見みには、川に名が多く、それを餌とする源氏ボタルもいる。早くから、北須川との合流部に、城下町が形成された石川では、 しばしば洪水被害も生じていたが、1966年9月の台風28号は特に大きな洪水被害をもたらした。この洪水を契機に中心市街地から水軍線鉄橋付近までの範囲が暫定回収された。1967年に考え目的で北須川に千後沢ダムが建設されて以降はその貯留効果により、 洪水の危険性は軽減されている。1996年からは、今出ダムの建設も視野に入れた、今出川総合開発事業が始まったが、今出ダムは2008年に建設計画が中止され、2009年からは、戦後沢ダムに洪水調整機能を持たせるためのダム、再開発事業が始められた。今出川は、北須川とともに、市街地部の貸しに、 数キロメートルに及ぶ桜並木が整備されており、例年、花見の季節には桜祭りが開催されている。ありがとうございます。